どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日また岡田さんに、ちょっと手伝ってもらって、で、クルリンパを2回使ってちょっとゴムを隠すような、ポニーテールアレンジをちょっと作っていこうと思います。でもう本当に単純にゴム1本で作るアレンジなんで、本当にアレンジが苦手な方でも簡単にできるかなと思うんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。はい、じゃあまずちょっと今軽く巻いた状態なんですけど、これを後ろにこうまとめます。1はこれね、まあ、ちょっと後頭部下ぐらいでいいかな、まあ、ちょっと下ぐらいの方がまあ止めやすいんで、ちょっとそれでやっていきますね。でここでまずゴムを結んじゃいます。ごめんね、こんな感じで、まずここで1回くるりんぱをしちゃいます。下から指通してこんな感じでくるりんぱしますね。横から見た時もこんな感じで、ここのくるりんぱされたところあるんですけど、ここをもう一回こう指通すんですよ。両方から通して、ここちょっと緩めちゃっていいんですけど、ここにもう一回この毛先の部分を入れ込んじゃいます。横に、縦に入れたのプラスちょっと横から入れるみたいな、ごめんね。でこういう風な形になりますね。これをギュッと絞ります。ならゴム完全に隠れるんですよね。でこの状態で少しこうボリュームを出してあげる。で横から見た時のこの形を整えるかのようにやってあげると、本当にこんな感じでシンプルにできるんで、かなりゴムがもう全然、ごめんね、こう見えない状態になってるんで、結構シンプルで作りやすいかなと思います。だからなんていうんですかね、ゴム1本だけでちょっと面白くないなっていう方とかは、こうくるりんぱ2回するだけでこんな感じの雰囲気になるんで、あとはまあ毛先とかちょっと巻いておいてあげるとちょっとまた可愛い雰囲気にもなるかなと思うんで、 OK、 ちょっとこんな感じでちょっと軽く前向ける、こっちにこんな感じね。うん、でできました。なんで、本当にシンプルにできるアレンジなんで、ゴム今日使ったらまたシリコンのゴムあれへんわ、ここに、まあそれでちょっとやってるんで、まあ前髪とかはちょっと下ろしたりとか、その辺はあのお好みでやってもらっていいと思うんですけど、まあ、後ろはこんな感じで全然できるんで、よかったら皆さんまた参考にしてみてください。またコメントだったりとかお待ちしてますんで、よろしくお願いします。 OK、 ありがとう。ではさようなら。